アークテリクス紹介動画のコメントに答えます。こんにちは、ダイナソーです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルではミニマリスト×ディスカバーをテーマに、服、カバンの中身、デスク周りの生活を良くするプロダクトを紹介して新しい発見をお届けしています。毎週金曜日の20時に新しい動画を出しています。動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回はアークテリクスの動画を過去に3本出しているんですが、そこでいただいたコメントを深掘りしていきたいと思います。企画の背景として、先週公開した動画、アークテリクスの人気ジャケット2000という動画がありまして、そちらの動画をたくさんご覧いただき、コメントもいただきありがとうございます。やはりアークテリクスの動画は人気関心が高いなということで改めて感じました。そこでいただいた質問や感想にお答えすることで、お役に立てる部分があるんじゃないかということで、今回動画を作ることにしました。質問感想は全部で7点8点かなあります。早速行ってみましょう。はい、それではまずアトム LT に関する質問や感想のコメントについてお答えしていきます。一つ目のコメントが、アトム LT フーディをインナーダウンにするとフード部分がモコッとしませんか、というコメントをいただきました。ありがとうございます。前回の動画でアウターにゼータ SL、 インナーにアトム LT フーディを組み合わせる着方を提案推奨させていただきました。そのような着方をした時、このフードの部分が二重になるのでモコッとしませんか、というご質問だと思うんですが、結論としては若干モコッとします。ただし個人的にはそこまでモコッと感は気にならないかなという印象です。着ていて嫌な感じだったり不快感はないですね。自分の場合はアトム LT を単体でも着用したかったので、個人的にはフーディの見た目が好きというのもありまして、アトム LT フーディとゼータ SL ジャケットの着方を提案させていただきました。自分のように単体でも着用したかったらアトム LT フーディ、インナーダウンのみの着用であればアトム LT ジャケットというのもおすすめかなと思います。一つの参考になると幸いです。フードを2枚重ねて着る時のコツといいますか、自分がやっている着方なんですが、こんな感じでフードを2枚とも被ってしまって、でそこから下に下ろしてあげるとすっきり収まりよく着られるかなと思います。はい、続いてのコメントに参ります。アトム LT の防風性はどのような感じですか、体感教えてください、というコメントをいただきました。ありがとうございます。防風性はありますというのが自分の結論になります。こちらアトム LT フーディーなんですが、表面の素材はナイロンのような感じで風は通しにくいかなと思います。あとは中綿の分厚みもあるので、体感としても防風性はあると言えると思います。自分の着用の一つの例として、愛知県の冬場の自転車通勤ですね、15分ぐらいであれば全然いけますね。というのも細かい部分が調節可能なので、フードをかぶって裾をきっちり締めた状態で隙間風をシャットアウトしてあげて、その状態で自転車乗ってると、こう自転車を漕ぐ自分の運動エネルギーで内側から熱を持って体温が温まってくるので、アトム LT フーディがそれをしっかり保温してくれて、なんなら会社に着く頃にはちょっと暑いなというぐらいに感じています。はい、続いてのコメントです。アトム LT のサイズ感についてのご質問をいただきました。ありがとうございます。結論としてはアトム LT はユニクロと同じサイズ感でいいんじゃないかなというのが自分の結論です。というのもアトム LT はアークテリクスにしてはサイズ感が小さめかなという印象です。そもそもインサレーションウェア保温着ということで、例えば T シャツの上からとか肌着の上からとか肌に近いところで着用するのが前提になってるかなと思いますので、そうすると海外ブランドのアークテリクスとはいえどサイズ感は小さめになるのかなと思います。167センチ53キロの自分が S サイズを着用するとこんな感じです。インナーにユニクロのセットを着用してジャストサイズかなという印象です。ただサイズ感の問題は結構難しくて、身長や体重だけじゃなくて肩幅の広さや、あとは筋肉質だったり、そういった個別の体型に合わせたフィッティングも大事かなというふうに思いますので、もしサイズ感がお悩みの方がいらっしゃいましたら、コメント欄でご質問いただければ回答させていただければと思います。はい、続きまして質問のコメントではないんですが、動画の感想のコメントということで、動画を見て買いに行くことにしましたという嬉しいコメントや、あとはアトム LT フーディは柔らかくて着やすいですよねという共感のコメントもいただきました。本当にありがとうございます。あとはコメントを読んでいて思ったんですが、2枚持ちされてる方がいらっしゃるなと思いました。ここはめちゃめちゃ共感できるポイントで、非常に使い勝手もいいですし、本当に着心地も柔らかいので、リピートしたくなる気持ちめちゃめちゃわかるなというふうに感じました。アトムシリーズも中綿の量で SL、LT、AR ということで3種類ありますので、種類違いで持ってるとより快適に過ごせるんじゃないかなというふうに思います。
あといつもアークテリクスは黒をチョイスしてましたが、今回は違う色に挑戦してみますというコメントもいただきまして、確かにアークテリクスって黒以外も発色だったり色味がすごく綺麗なんですよね。自分は1枚だけ着るというセルフ縛りをしてるんですけど、2枚目以降だったり、あとは山で使われる方は目立つ色の方がいいかなというのもあると思うので、黒以外のカラーリングも選択肢に入れていただけるといいかなというふうに思いました。はい、続きましてはゼータ SL に関するコメントについて答えていきたいと思います。ゼータ SL に関しては質問的なコメントはあまりなくて、いただいた感想のコメントにお答えしていきたいと思います。まずはゼータは襟がへたれてくるから、そういう意味ではベータ AR がおすすめというコメントをいただきました。ありがとうございます。こちらのゼータ SL ですね、一つの感想として襟がへたれてくるというコメントをいただいたんですが、その襟のへたれに関しては自分はまだあまり感じないですね。とはいえまだ購入して3ヶ月なので、これから経過観察はしていきたいと思います。で、教えていただいたベータ AR というジャケットはゼータ SL と同じゴアテックスのシェルジャケットで、ベータ AR はこの脇の下にベンチレーションがついていて、よりハイスペックなモデルになります。確かベータ AR もお店に行った時に試着をさせていただいて、いいジャケットだなというふうに思った記憶があります。はい、続いてはゼータ SL の価格に対するコメントで、いいなと思いながらもなかなか手が出ませんといったコメントや、あとはユニクロと20倍の価格差がわからないといったコメントもいただきました。ありがとうございます。この価格がネックっていうところは、まあ確かにそうだよなっていうのが自分の感想ですね。ユニクロだとブロックテックパーカーのような、パッと見た感じゼータ SL みたいな防風のジャケットっていうのも売ってるので、確かにそういう考え方もあって、ここは価値観の問題なのかなというふうに思いました。とはいえやっぱり自分の立場としてはゼータ SL は非常におすすめのジャケットなので、これからも魅力をお伝えできるように発信していきたいなというふうに思います。はい、続きまして、自分もゼータ SL のビームス別注買いましたというコメントをいただきました。ありがとうございます。コメントいただいたゼータ SL や、あとはアトム LT フーディーもそうなんですが、両方とも非常に人気のモデルなので、ビームスのような人気のセレクトショップも別注のモデルを出しています。このアークテリクスの始祖鳥のマークがこの腕の部分に入ってたりとか、あとは刺繍の色が違ったのもあったと思うんですけど、通常モデルとは違う作りのものも販売されているようです。ビームス別注のモデルだと標準モデルとはまた一味違う希少性だったりおしゃれ感というのも手に入るかなと思うので、気になる方はチェックしてみてください。ゼータ SL のコメントはアトム LT と比べるとちょっと少ないですね。これからもコメントお待ちしております。はい、それでは今回の動画の総括に参ります。今回はアークテリクス紹介動画のコメントに答えますということで、コメントをいただいた皆様本当にありがとうございました。このように自分の動画が見ていただけるのもアークテリクス様々だなというふうに感じております。アークテリクスのプロダクトは本当に素晴らしいので、視聴者様の注目度や興味関心が高いのかなというふうに思います。また自分自身もこうやってコメントをいただけることで、一方通行の発信ではなくて喜んでもらえてるのか、はたまた期待外れの動画だったのか、こういった双方向のコミュニケーションが取れてとても嬉しくやりがいを感じております。本当にありがとうございます。今回の動画やまた個別のレビュー動画にもコメントをいただけると、また質問に答えさせていただいてお役に立てることができたり、あとは自分も運営するモチベーションの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。役に立った、参考になったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。